で実際これから水を入れていきたいと思うんですけども、一応セット内容の中に軽き抜きだったりっていう溶剤が入ってたり、粒のものが入ってたりするんですけども、普通の一般家庭で飲料水として使われているような水の地域の方でしたら、そのまんまその水を使っていただいて結構です。自分の方は静岡なんですけども、そのまんま入れても全然問題ありません。でもし心配だったら、お店の方に余分にその熱帯魚が入ってた水槽の中の水を余分にもらってきていただければ解決します。そうすればその中の水が、元がいた水の中にバクテリアが住んでるんで、ある程度の水ができた状態になるもんで、なるべくもし心配でしたら多くもらうことをお勧めします。で実際水を入れていくんですけども、ただライトが邪魔になるんで、このろ過装の上に置いてもらいます。でじゃあ実際水を入れていきましょう。